エレベーター横の絵面がヤバすぎて面白いんですよ。会場いる人限定のネタで申し訳ないんですけど、あの絵面がヤバすぎて面白いんですよ。さあ、阿部玄 VS フリーで、オグティ。1P 側がオグティですね。2P 側が阿部玄。さあ、ハメが勝つか、深井が勝つかといった戦いですね。深井 VS ハメ。とにかく阿部玄のトロンちゃんのあのジャンシーが刺さった瞬間、もう夢しかないですからね。ドリルとジャンシーに夢が詰まっております、トロンちゃん。しかしここはオグティのノバが先に触っていく。さらに降りてきたとこ下段、足も絡めて、しかしこれは前足入らない、前足入らなかったですね。あ、ドリルが刺さって、ハイパーアベゲンタイムスタート。そしてもう一丁キングコブン、ゲージは十分と。さらに足までとろけている。残るは魂のキャラスクラルジンだが、スクラルジンでも最初に触ってしまえば不快ではないと。さあ、極力不快を排除したスタイル、アベゲン。さあ、神がどうやって第2ラウンド、キャラ替えはなし。最初の触り合いの重要さはオグティが一番分かっている。どれだけアベゲンとやってきたことか。さあ、ここは先ほどと一緒の展開、先手を取るのはオグティの場。しかし投げて、投げたら死んじゃうんですよこのキャラ。さあ、アベゲンチームは3キャラとも投げが入れば殺せるキャラ。さあ、交代でソウさんが出てきて、安定してスクラルじゃないや、ノバをまず倒してマイティストライク重ねていく。さあ、これまずソウさんをなんとかしたいところなんですが、マイティスマッシュ通していった。さあ、どうだ、コンプは失敗するか。どうだ、ここからオグティがソウさんを落としたいが、ソウさん体力多い。さあ、中央コーンしっかり決めて、さあ、ハイシンダーで、これ死ぬの？死なないと、はい、死なない。さあ、ソウさん体力これだけ残ってれば十分と。しかし、ここはしっかりフォトンで削っていく。さあ、トロンちゃんが出てくる。トロンだとドゥーム捕まえるのは難しそう。はい、すいません、次呼び出します。こっちだろ。B 台の方を呼び出します。テルチカさんとアレフさん、テルチカさんとアレフさん、カップコンケやれよ。アレフさん対テルチカさん、B 台の方でお願いします。さあ、オグティがハイシンダーで、さあ1ラウンド取り返す。いや、しかしオグティさんは本当、あの斜め下に降りてくるキャラとか真下に降りてくるキャラが大好きですね、本当に。さあ、最終ラウンド勝ち残るのはどちらか。さあ、 2B にドリルを刺していった。そしてここは殺せるゲージ状況、マイティストライクからしっかりゲージ溜まってたと、殺しきる。そしてマイティストライク、マイティストライク、最大ためにしてるので不利はありませんと。しかしここでフッターが当たる。さあ、何年空中から降りてくる技使ってると思ってんだと。しかしここでソウさんで挟み込んで、アベゲンタイムスタート。キングコブン、さあ、ゲージが1本溜まると。さあ、しかしフッタイ。さあ、オグティさんの空中戦分かりやすいが当たる。さあ、あとモレキュラーが当たらない。さあ、これはどうなるの、式だ。当たらないと。
ジャン E、 ジャン S ねじ込んでく。そして魂のキャラスクラル人、今回仕事はありませんでした。さあオグティさんのハイスクオブザデッドはここで終わってしまった。ハイスクオブザデッドでしたね。さあ阿部玄が2回戦進出。はい、次決勝台どれ入れます。では、A 台の方呼び出します。まあまあこれですよね。液体さん VS 久保さん、液体さん VS 久保さん、大丈夫